マーチソン隕石は1969年9月28日にオーストラリア・ビクトリア州のマーチソン村付近に飛来した隕石であるタイプ2の炭素コンドライトに分類される隕石中にピペコリン酸といった生体内で見つかる有機酸やグリシン、アラニン、グルタミン酸といったタンパク質を構成するアミノ酸のほか、イソバリン、シュードロイシンといった 生体では見られないアミノ酸も発見されている。発見当初、これらのアミノ酸は、キラリティヒが投量である、螺セみたいであるとされたことから、地球上の分子の混入ではなく地球外で生成され、地球に輸送されたと考えられた。基本的な分子から、アミノ酸が生成することを示した、ユーリー・ミラーの実験で見られたのと同様の複雑なアルカン混合物も発見されている。 また、人の皮脂により汚染された場合によく見られるセリギやトレオニンといったものも発見されなかった。ところが、その後に発展した光学分析技術により発見されたアラニンが、実は、羅生みたいではなく左生性の L 型のものが1から2%多いという共像体過剰が確認された。そのため、見つかったアミノ酸は生体のタンパク質の合成、分解過程で集積した。 L 型が隕石に付着したものではないか、つまり標本が陸上で汚染された結果ではないか、と調査結果への疑いの目が向けられることとなった。しかし、100%に近くなる生体分子での家とは明らかに異なることや、また非タンパク質アミノ酸であるイソバリンにも L 型の過剰が見出され、生体分子起源説は否定に傾き、さらに1997年に、 アラニンに含まれる窒素 15N の同位体比が隕石の標本ごとに大きなばらつきが見られることから、アミノ酸の窒素は地球由来のものではないことが強く示唆された。なお、ホモキラリティが生じる原因について、エルプロリンの研究などで、生、科学的な原因ではなく、アミノ酸自体が持つ、自己触媒作用によりわずかな不正が増幅されて起きた結果とする説がある。 直接的にも、原始性雲内のキラルが、円を変更した、紫外線の照射を受け一方のエナンチオマーが、光学的に分解されて、ラセみ体から変化したとする説もある。ありがとうございます。